キおはよう。おはよう。今何してるんですか？パパにマッサージしてる。今日はキキの学校の準備するものを買いに行きます。こんにちは。おい。あと2日で春休み終わるけど大丈夫ですか？余裕。ねねは必要なものないの？うん、見て今ねこうやって顔の形描いて、うん、それを可愛くしてるの。なんかフワちゃんみたい。はっ。久々にねねの棚でも覗いてみようかな。大きい。ねえ棚を。でん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 。このやることリストは？フロアトレーニング。フロア上がり。あ、フロア上がりにやることリスト。はい。棚がメモ帳になってるじゃん。最近購入したマニキュア。ねえ見てここ。京都に行くって書いてるでしょ。なんでここはメモ帳になってるの？ここチェックする。あ、でも鉛筆で書いてるから消せるのか。そうだよ。で、ここにはこの間作った前よけ、前よけがいます。何作るんですか？お面。お面ヒョウ柄で？もう全身ヒョウ柄になるつもり？静かにして集中したいんですね。ハロウィンの準備でもしてんの？もう違う。私服？そう。はい、入浴してきました。どこ行ってきましたか？ダイソーです。こんにちは。こんにちは。ゴーです。俺はスパイダーマンです。今日は入学のものを買ってきたので紹介したいと思います。全部は揃ってないけど今日とりあえず買ったものを紹介していきます。まず1個目、筆箱です。キキ水色にすると思わなかった？うん、かわいいなと思ったの。うん、上手いです。1個目、鉛筆の入れ物です。見た、かわいいね。上履き黒。あ、入った入った。いい匂い。あ、いい匂いする。あ、新しい匂いする。足のサイズを測るお店のサンプルみたいなのがあるじゃないですか。あれがすごい茶色くて、ね、なんかサイズ試したかったけど試せなくて、はい、ちょっと匂いとかがちょっと心配です。ちょっと裸足に一回履いてみた。どう？多分大丈夫だと思うんだけど。普段スニーカーは18だから。母ちゃん、ゴーも着替えるから。この中に下敷きです。開けてみます。どうさ。最後、はい、帽子。赤白帽です。キキの学校はツバがなしの帽子じゃないといけないからツバなし買ったんだけど、どんぐりみたいで可愛いよね。ここ切ってかぶってごらん。先にそうそう。おまじし。いいね、似合ってる。買ったのは以上です。また見てね。バイバーイ。フルーツは母ちゃん、名前は分かんないです。フルーツなんです。いただきます。ゴー昨日ミスドでさ、ポンデリングお腹減ったから3つ頼んでね、うん、2個半食べたよね。うん。おはよう。いよいよ入学だね。おめでとうございます。楽しみだね。今日ねねは始業式、クラス発表です。今日の発表で 5,6 年生のクラスが決まるんだもんね。あと担任の先生か。楽しみ。昨日の夜ギリギリで作れました。何をしてるんですか？片方上履きがあります。なんで空気の作り
わあ最悪。なんで上履きがなくなるのか。どこやったっけ。不思議な机です。ああ赤ちゃん。もうあと30分後には学校行かなきゃ。はーい。大丈夫ですか新年度早々。はい。あ、今日から5年生じゃねえの。うん、5年生1日目上履き片方なくなる。なんでだよ。あったね、うん、カチューシャのところになぜか入って。なんでこんなに時間かかったのよ。あと4分で出発です。え、水道お願い。ああ、水道水。白T着て行くときジャケット着てくよ。行くときジャケットね。シャキーン。でも今ジャケット着るよ。あ、今着なくていいよ。とりあえずご飯食べるから。お、これ何書いたの。ママ、ミアのあ、パコーンってブロック。ブロック、これマリオ。違う、ルイージ。ルイージ、あとはメガネ。メガネと確かに。車輪のボトル好き。これ食べる？いいの？大事にするね。なんかお菓子みたいなの書いてる。ねえマリオのメガネだよ。あーメガネか。いただきます。もう緑いい色だからさ、やだ。え？緑いい色じゃん。そのフォークが嫌だって。どれがいいじゃん。でっかいフォーク。木のフォークね。これ。ここ昨日イルキャンティーで何食べたんだっけ。パンとラーメン。ね。一人前食べたね。パン2つとパスタ一人前とあとサラダのキュウリ。とびっこ。とびっこ。大好きなとびっこ。とびっこさん。5も食べてる。顔洗いまずババアみたい。わお、終わりです。おまたせ。顔洗いまずこれです。コンテンション開けてあげる。うん、これをプシュッとここに出して、もっともっと OK。 こうやってこんかいポン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 って。いや、そうですよ。いや、次はアイシャドウ。アイシャドウはこれ、エクセル SR06 番センシュアルブラウンってやつです。4色あるけど、こことここだけ使ってます。ほとんどこっちは使わない。全部使うと結構暗くて目が腫れて見えるから、ちょっとやりすぎないようにしてます。茶色を塗ってからその上に白を全体に塗って、で茶色を下にもちょろっと塗って、塗ってんの塗ってないのみたいな、ちょっとわかんないぐらいのやんわり塗って、今日は入学式だからちょっとだけキラキラ。ケイトのなんか人気なやつのなんだ、アプリコットポップ OR1 番のこのここ結構キラキラがあるから、これをちょろっとだけ目の真ん中にのせます。ショート動画で見たこれを買ってみたんですよ。挟むビューラー、ここにまつげを挟んでくるーんってやるやつなんだけど、ちょっと使いにくいけど結構上がるからね、すごい気に入ってる。マスカラはこれです。これはヒロインメイクのロング&カールマスカラ、アドバンストフィルムの2番です。茶色いやつ。ありがとう。どういたしまして。ギリギリ間に合ってよかったわ。はい、じゃあカメラにポーズしてください。はい。
モスベビーだ。おお、かっこいい。終わりです。終わりです。楽しみだな。何が？ん？でまた母ちゃん泣くんでしょ？入学式は泣かないな。多分。1年生になったら、1年生になったら、友達100人できるかな。100人もいらないね。100人いないよ。大切なお友達が1人できるといいね。1人でも仲いいのに1人2人でいいね、十分だよね。6年間なんですね。うわー、ケーキがランドセルショップ。行ってきます。1年生になったら友達100人できるかな。はい、こんにちは、キキです。今からボクシングを行きます。もう着きます。さよなら。今も着きます。さよなら。うお、高くなってきた。まだまだ上がるよ。めっちゃ上がってる。めっちゃ上がってきた。どう？楽しい。見て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 、高い高い高い、めっちゃ高い。お、もうすぐてっぺんだ。てっぺんだ。うおー、すごーい。もう一回やる。もう一回なるって。うん、いいよ。入学式終わってジム行って大量の名前付けをしております。100個ぐらいはつけてるかな。100余裕でいってんじゃない。余裕でいってるよね。うん。こう、お昼寝です。マイネームペン、あれ、あなたのマイネームペン。今日一日お疲れ様でした。はい、見てくれた皆さんもありがとうございます。1年生楽しみ。はい、ちゃんと怒ってくれる先生だから、うん、うんうんうん、男の先生でよかったかも。そうだよね、男の先生結構厳しく怒ってくれる感じがある、うん、ちゃんと怒るとき怒ってくれる先生がいるもんね。うん、うん、また見てね。バイバーイ。今度はもっと面白い動画を載せるね。